こんにちは、さとひろです。こんにちは。ということで今日はですね、ゆいさんと珍しく外でということで動画を撮ってるんですけれども、止まるの？だって駐車場だよ、ここ。うん。ということで今回はほぼ初めての新大久保やってきました。結構来てる？いや、来てない。俺も多分2回目ぐらいなんよ。ソータと一緒に来て。あ、そうじゃん、ソーピーと一緒に来たんだ。ね、友達と一緒に。うんうんうん。2回目か。で、俺が今日2回目、ソーピーと来た1回目と、あと多分激辛フェスとかで駅では降りたことあるけど食べ歩きしたことないから、ちょっといろいろ何があるか全く分かんないんですけど行きたいと思います。ちなみにお腹空いてる？7分目ぐらい。わかる。俺もそんなに空いてないけど、さっき電車で来るときにちょっと調べたんよ。じゃあなんか海苔巻き屋さんとか美味しそうな、チキン好きじゃん、うん、チキンとかいろいろあったんで早速行きたいと思います。なんでずっとケツ撫でてんの？ん、ポケツが。おかしいでしょ、普通に考えて。なんかこうやって外を歩くのも久々じゃない？うん。なんかね、もうコロナとすごいってなって外でご飯食べるの悪みたいになってたからさ、久々に出られて嬉しい。結構人多いね。もうね、がっつりコロナ前と変わんないぐらい人多いね。もうなんか美味しそう、マカロンとか食べる？喉乾いたりしてないの？スタバ飲んできた。あ、そう、食べる？マカロン食べたい。いやグレープフルーツパール一つと、はい、グレープフルーツパール、はい、と、モコモコサンダー一つお願いします。そこに召し上がりますか？はい、はい、ということで、まず一食目こちらでございます。グレープフルーツパールっていうジュースと、あとなんかマカロン、ゆいさんが逆向き、モコモコサンダー、かわいいし結構でかいね、これ。トゥンカロンだよ。トゥンカロン、もうマカロンじゃないのに違いますね。ということで、いただきたいと思います。いただきます。なんか台湾でもこんな感じのやつ食べなかったっけ、飲まなかったっけ。グレープフルーツじゃないけど、なんか柑橘のやつ飲んだ。チュルリ、ピオカ、ゼリー入ってる、丸いゼリー入ってる。チュルリ、タピオカちゃうよ。うん、美味しいね。え、めちゃくちゃうまいんだけどこれ、うん、結構ゼリーが甘めなんだけど、周りのグレープフルーツジュースの酸味と香りがね、効いてて美味しいね、これ。じゃあ、モコモコサンダー、モコさん、モコさん、本日のモコさん、いかがですか？ギャーボリでかっ。うん、美味しい。なんか黒ごまって書いてあった。うん、これ親知らず抜いた人は食べれない。ふざけんなよ、ふざけんなよ。すごいごま、トゥンカロンなのに和だね。あんまり大きい声で言えないけどさ、こういうのってさ、結構見た目だけで美味しくないみたいな多いじゃん。美味しいね。美味しい。新大久保駅を出て、改札出て道路渡って右に行ったところのフッカダンさんというところで、このジュースとマカロン買ったので、食べてみたい方はぜひ行ってみてください。では次行こうか。さて、お次の食材を求めて行きましょうか。あ、しょっぱいの、甘いの食べたからちょっとしょっぱいのそろそろ入れたいじゃん。しょっぱめの、しょっぱめで。ここ、ソープってとこなかった？なんかコーンに入ってるやつ食べた気がする。お次こちらでございます。ヤンニョムチキンとキンパのね、なんかお弁当みたいなやつのセットがあったんだけど、全然開かない。こういうのって開けんの怖くない？じゃーん、うん、美味しそう。あ、臭っ。え、下水道の匂い。な、なに下水道の匂い、うん、だってここにあるもん、ほら、マンホール。うん、臭い。そ、臭いよ、そ、しょうがない。どっちから食べてほしい？どっちから食べてほしいっていうか、やっぱまあ嫁だったらね、食べさせてくれるんだろうなと思って、ちょっとマスク外すわ。チキンくれるんだろうなと思ってるけど。いただきます。うん、おいしい。甘みが結構強いけど日本人好きそうじゃないこれ。うん、キンパも具だくさん。ちょっと待って、口の中が、俺あの今口の左半分しか使えないから。マシそうよ、マシそうよ。恥ずかしい。にわかじゃん。恥ずかしいよね。
新大久保でマシソヨとか言うと恥ずかしいです。年齢的にね。タレたっぷり。うん、久々になんかちゃんとチキン食べて、大好きなチキン。なんか心なしか機嫌いいもんね。うん、でもやっぱりレッドホットには勝てないよ。おやめろ。天下のケンタッキー様だから。なんかいつも食べてるのぐりラーメンっていうのはね、あれめちゃくちゃ美味しいんですけど、麺がもちもちしてて、それをなんか韓国食品店で、ここかソウル市あんじゃない。さあということで、ちょっとラーメンは高かったのでやめたんですけど、カルディの方が安いね。じゃあ次どこ行きますか。パチンコ。パチンコ、トイレちょっと借りて。え、トイレ借りに行くついでに、うん、スロットあったらやりたい。あ、じゃあ行ってらっしゃい。一緒に行こうよ。はい、ということでトイレを済ませて、ちょっとトイレ借りた分のねお礼をしてきたら、なんと2人とも当たりを引いてしまいまして、うん、こんな時間になってしまいました。こんなんなるはずなかったのにね。15分ぐらいで出てくる予定だったんだけどね、なんか暗くなっちゃいましたね。終わんなすぎて、もうすぐもう全部メダルなくして出てくるはずだったのに、終わんなすぎて途中でやめました。よくわかんないね、システムがね。駅の反対側を向こう側ちょっとだけ散策して帰りたいと思います。はい、ゆいさんがマカロンを衝動買いしました。まだ駅は過ぎておりませんが、それ何買おうと思って。あ、見てたやつか、ブルレのお店のところのやつね。いちごマカロン。いちご、あ、美味しそうだね。横にもなんかついてて、いちごヨーグルト。ヨーグルトなんだ。だぞ、パチンコ打った後のマカロン。振れ幅すごくない。今週食にようこそ。うん、おいしいね。はい、ということでヤンニョムチキンの激辛買いました。なんか15分くらい待った。15分待った。うん、15分くらい待ってた。え、相当美味しいんだろう。相当うまいだろうな。15分待った後でやっぱチキンはうまいよ。お、カレー。え、嘘でしょ、そんな辛い。え、辛くねえよ。